あなたの心に火をともす、今回は石舞台古墳にお参りしていくんですけども、はい、今回もですね、秋山先生と一緒によろしくお願いします。でここね、石舞台古墳前の広場なんですけど、なんか UFO のなんか発着陸ができそうな、実際そういった、なんでしょうね、あのそういった研究家の方の間でもそう言ってくる方いるんですか？そう、あのね、ジョージ・ハント・ウィリアムソンっていうね、はい、もう宇宙考古学の元祖って言われた人がここへ案内されて、もうここは間違いなく宇宙人とつながりのある遺跡だとこういうこと言ってるんですね。はいはい。で、僕は海外の文献当たってましたら、あの成長の家っていうのを作られた開祖の谷口正治さんが、あのジョセフ・マーフィー博士、成功哲学、はいはいはい、あの人を連れてね、ここへ来てる。あ、そうなんですか。だから、ね、意外とみんな呼ばれてきてる。へ、だからそういうね、史実が意外と知られてないんだけどね、なんかやっぱ引き寄せる力がある場所ですよね。へ、すごいね。ここでなんかセミナーしたいとかって言ってたんですけどね、なんか本当 UFO 呼んだら来そうなところでね。確かにね、 UFO 呼ばせる上がるところですね。宇宙と更新するセミナーみたいな、ね、野外夜フェスみたいな、できたら面白いですよね。面白いですね。はい、ということで今回ね、いろいろ回ってるんですけど、テーマはね、ちょっとね、やっぱり巨石と言いましょうか、岩倉かなというふうにして思います。そうですね、はいはい、日本を代表する岩倉、石舞台古墳に今からお参りしていきます。はい、行きましょうか。いいね、いいですよね、本当ここね、なんか本当に高圧電線も何もないんですよね、これ。だからね、いいね、当時の風景が。さあ、もう薬草だらけですね。薬草もお詳しいんですか？僕、祖父がね、漢方薬店のやつ。あ、そうなんですか。自分でこう野山歩いてね、野草を取ってきて漢方薬にする人だったんですよ。もうここら辺見てると弦の証拠も生えてるし、で、板取りもあるし、すごいな。よもぎもある。よもぎってすごいみたいですよね。いや、あのよもぎをね、応用した、漢方に応用した話は古いですね、日本ではね。うん、苦よもぎなんてこと言いますけどね。うん、まあ草餅ですからね。お願いします。すいません。ああ、すごい。ああ、こんな綺麗になってんだそうでもなかったんですね。なんかポツンとだったよ。自転車でヒューってきて、ここまで自転車で来れる、これで来れてた。いや、かっこよくなっちゃった。どこ行ってもグイスが鳴いてるね。いいね。こうやって見るとやっぱマラですよね、やっぱりね、これも、ね、やっぱ、ね、やっぱそう、あの形なんだね。そういうことですよね。うん、いや、結局ね、頭があってこういう長細い胴体があるってのは、冷静に考えるとスフィンクスの形なんですよ。あ、で、ね、あのジョージ・ハイント・ウィリアムソンというのは、あのライオンの隠れ家って Secret Place of the Lion という本で書いていて、これは、ね、世界中にね、スフィンクスがあるっていう話なんです。あ、スフィンクス、うん、だから彼は何箇所か見つけてるんだけど、でも全体の形を見るとね、あれはマラ石の形なんですよ。確かに、まあ、マラ、うん、確かにマラとも見えるし、スフィンクスとも見えるという感じですよね。だからウィリアムソンは多分ね、これ見た時、あ、ライオンだってこもったんだと思う。あ、確かにライオンとも見えるし、要するにその宇宙人とつながりがあるとかね、精霊とつながりがあるところには必ずライオンのモニュメントがあると、こういうことなんですよね。スフィンクス、これをスフィンクスとして見るっていう観点がないんですね。僕はね、スフィンクスに見えちゃうのよ。いや、いいね。これを、あ、そうね、ここは一般的には蘇我の馬子の墓とされてます。まあまあされてますけどね、違うとおっしゃってる、または、そういうもともと
祭祀儀礼の石組みでそこに有名人をあやかりで弔う、はい、後世になってからね。じゃあなんすか、ここはじゃあ儀礼の場所であったということですね。だからそもそもこういう石があったと。確かに舞台ですもんね、うん、だからもしくはこの上で待ったりとか踊ったり。そう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 、だってこれだけの石をこんな風に、まあ周りの土が落ちてきてるんですよ。これだけ積んだ例ってのはやっぱりそうはないって。うん、で、ね、先ほどの飛鳥宮神社も巨大な鏡があると。ああいうものを作るね、はい、スポンサー力っていうのはよっぽどのことですよ。うん、これお金というよりももう信仰力でしかないですからね。それだけやっぱりそういうものを作らなきゃっていう思い入れがあったっていうことだから、やっぱここの土地に力がある証拠だと思いますね。うん、その目印としてこれだけのものを建てた。うんうん、そうですね。まあ、飛鳥というまさにこう当時の日本の中心地があって、はいはい、その中でも本当にまさにここがシンボルマークであったということですね。そうですよね。だから飛ぶ鳥を描いたり、あと、まあ、古い字では先ほど宮司さんも言ってらっしゃったけど、明日が香るというね、匂いなんですね。うん、でもその匂いっていうのは実際にかけるアロマの匂いじゃなくて、こういう空間の佇まいっていうかね、四季の香りですよね。そこからのまさにこう香りで飛鳥というふうにして言った、はいはい、まあ、だから学術的に言っちゃえば土をどもりしてね、穴掘ってそこへこう石をコロで運んで落としていって積んだんだってこういう話になるけど、この上の石なんか来てみたら、でもこのね、大体この1個分があのピラミッドの積み石の一つですよ。ピラミッドって遠巻きに撮った写真が多いからね、みんな簡単なこうくっちゃれ石が積んであるように見えるけど、あれ1個の石はこれぐらいあるんですよ。ピラミッド1個これぐらいあるんですか。これぐらいある。だから登るのが大変なのよ。あ、そうなんですか。そう、1段がこれなのよ。これぐらいのイメージでした。うん、だからね、砂漠に穴掘ってね積めるような代物じゃないんですよ。僕はそう思った。だからやっぱりね、こういうものって来てみて迫力を感じないと分かんないよね。いろいろそれは後付けで説明はつくかもしれないけど、じゃあなんでこんな大きさの石なんだよと。ねえ、これでもすごいですよね。すごいですよね。でもなんかちょっと思ったんですけど、飛鳥じゃないですか。で、飛鳥ってまた例えばもともと音があって、でそれに当て漢字として飛ぶ鳥とつけたりとか、明日の香りっていうふうにつけたわけじゃないですか。でもやっぱ明日の香りってなんかやっぱ当て漢字ってやっぱなんかこう未来からなんかやってきてる的なイメージがありますよね。本当ですよね。うん、だから石っていうのは未来に残る唯一のものなんですよ。うん、でそこにいろんな意味をこう象徴として残していると。あ、要するに過去人のタイムカプセルなわけですよね。はいはいはい。でだから我々やっぱり紐解く責任があると思う。うん、だから僕はやっぱり驚いたのは、あのエジプトのピラミッドとイギリス の, そのストーンサークルにね、うん、同じ寸法の数字が出てくる。小数点以下3桁までのある数字が出てくる。共通の数字があるのよ。うん、でそれってね、あの光の速さの小数点以下3桁なの。うん、でそんなことが僕は偶然にあるかなと思う。だからね、こじつけだっていう人もいるけど、もう小数点以下3桁の正確なね光の数字が、ね、石に刻まれてるっていうのは驚きですよ。あ、やっぱり何か残そうとしなきゃこれだけのものは作れない。僕はね、ウィリアムソン的に考えますね。やっぱりこれスフィンクスだと思う。あ、うん、だけど実はスフィンクス、エジプトのスフィンクスももともと胸のところだけモアイ像みたいにあって、体を後で付け加えたっていう話はあるのね。じゃあ昔は祭祀儀礼が行われていて、ここが本当にこうまさにこう未来からのメッセージをキャッチするような場所であった、場所だったというふうに私は思います、ね。この上で火を焚いたりね、はいはいはい、なんか空から来る神々に祈りを捧げたりね、はい、みんなやっていたんだと思いますよ。またはこういう石の周りを歩くことによって病が癒されたりね。あ、はいはい、うん、でそういうことを総合的に行っていたような気がします。多いですね。まあすごいもんです、ね、ちょっと一周させてください。今青森の熟霊石とかそういう熟霊岩みたいな感じですか。
ちょっと緑泥片岩の感じもあるけど、なんだろう、やっぱりほら花崗岩ですよ、あのあれと同じ家の あの石だ、あのさっきのところの石と全く一緒、これ花崗岩です。これ大体巨石のあるところは花崗岩、深いところにあった石なんですよ。あらあら、ここはちゃんと拝殿になってんだね。ああいいね、岩倉だ。ああ、いや大丈夫です、大丈夫です。いやいいね。ウグイスを聞きながら明日かったらいいね。あ、ここの下から中へ入れるというわけですね。すごいもんだね。まあ、実はね、こういうものはまあお墓だとこう言うけれども、うん、こういう石室の中で、うん、石室の中で有祭って言って、いろんなものと精霊と交信するという儀礼が古くからあるわけですね。献祭と有祭っていうのがあって、有祭っていうのはこういう中に隠れて行う瞑想のことなんですよ。他からの影響を受けないと、つまり他の雑多な想念をね、石でカットして、でそういうものの中で純粋に自分の中に湧き上がるいろんなひらめきにこう耳を貸すということができる場所だったと思いますね。まあ、当然後々になってはそういう場所にいろんな偉人を祀るということはやったかもしれないけどね、僕はちょっと最初からお墓だったとは思えないですね。馬子は後付けのような僕は気がすると、当然まあその馬子を亡骸を入れた可能性はありますけどね。なんかまあ例えばその時代の権力者がお金出してくれてたから、まあ、ちょっとここで意識してるということがあったかもしれない。それによってまあ守られてきたわけでしょうけどね。すごいね。あとやっぱりここもこの溝があるんだけれども、この飛鳥一帯の巨石建造物っていうのはなんか水を流すための溝が至る所にあったり穴が開いてたりするんですよね。だからどうもその立体的な噴水だったんじゃないかっていうんですよ。だから高みから水を竹の管で引き込んでいろんなところに接続することによって立体的にいろんなところにこう水が回ると、町中がその水のワンダーランドだったっていうんですね。でもやっぱりそうやって考えるとまたここはもう独特な風景だったんだろうと思いますよ。この中水を掘る必要はないわけだから。すごいね。まあ僕はここからちょっと見守りますわ。いい、ね、あ、中には入らない。あ、大丈夫です、そうそう、いや全然大丈夫です。確かに何らかの霊的な儀式がね、この中で行われてたということは、要するに当時の神道っていうのは何だったのか、で神道っていうのは後から後からいろんなものが付け加わって複雑な体験になってね、実はいまだに世界宗教の中で一番説明が難しい宗教なんですよ。概念が複雑すぎて。だけどやっぱりよりいろんな宗教の、まあ、伝承を引き算していくと、山影神道を作った山影元久先生が言ってらっしゃったけど、日々心身という概念とやっぱりこういう石組みしか残らないと、だから毎日太陽が昇ったら生まれて沈んだら死んじゃうんだと、だから毎日こう生まれ変わりの儀礼をやるっていうのがやっぱり古神道の特徴だと思うんですね。エジプトのピラミッドのそばにもね、
こういう地下の体内巡りみたいな場所があるんですよ。で多分人を癒してただろうと。まあお寺さんにもね、こう地下入ってってまた出てくるみたいな簡単な場所があるんだけど、やっぱりこれって子宮そのもんだよなっていう気がするね。結構こういうものって僕は治療としてのなんか霊的な癒しとしての装置だったんじゃないかなと思うことがよくあります。病に侵されるってことは長い生活習慣が変えられないってことだから、やっぱりそれを一旦そういう自分を葬らなきゃいけないわけですよね。で葬るってことは再生しなきゃいかんから、やっぱり新しい生活習慣の何を受け入れるかってことを考えなきゃいけない。例えば我々そのスピリチュアルとか霊能の世界でも必ずその終末予言っていうのが季節のたんびにあるんですよ。どうぞ、ね、でその終末予言のたんびに本当は何を捨てて文明は何を得なきゃいけないかって考えなきゃいけないんだけど、まあ、ここへ来てもまた核戦争みたいなね、同じようなことを繰り返してると。これがやっぱりちょっと危ない証拠ですね。同じ過ちをしょっちゅうやるようになったら危ない。だから実際にあのこういう石の遺跡でも海外のケースなんかでは本当に星座を刻んであるものもいっぱいあるんですよ。だから天と一体化してそれぞれの星座っていうのはそれぞれね、あのそういう見えないパワーが来る方向性を表してるわけですよね。でそこから宇宙のエネルギーもらって、で大地のエネルギーもここにこう石の力で吹き出していて、でそこに人が行くと天地人で、うまく仕組みが作動して癒されるというようなことが僕はたくさんあったんだろうと思います。これだから体内に入ってまさにこう生まれ変わって出てくるみたいなイメージ、ね、そうそう僕はそれを感じますね。すごく強く感じる。死と再生の儀式というか、これの中になるっていう、例えばもし戦乱の時代があったとしても、弥生以降は戦乱が続くわけだけれど、やっぱり今度は兵士が早く癒されないと危ないわけですよね。で上主のとかボスたちの健康管理っていう問題が出てくる。そうするとこういう装置っていうのは必然的なもんだったんじゃないかという気がしますね。今みたいにね、ヒアルロン酸打っちゃえば大丈夫よっていう時代じゃないからね、ライズアップもないしね、なかなか大変なわけですよ、生まれ変わりってね。つわものどもの生まれ変わりの後こういうとこに住んでみたいよねすごい夢見そうだね、毎晩激しそうだね確かに。ここはだからね、日本って意外とね、 天体信仰とか天文信仰はね少ないんです。なぜかというと気候上ね、昔はね曇りが多かったの、もやも多かったし、だからね、あの本格的な天体信仰って意外と少ないんですよ。妙見信仰ぐらい、つまり北極星ですね。だけどあの多分ねここだったら綺麗に見えたと思うな。見えたでしょうね。そんなに昔のもやかかってたんですね、のようですね。だからあの世界的に見てもね、天体信仰は意外と少ないんです、あそうなんですか、日本は。